てくれたよね。お久しぶりです。でもおばさんびっくりしちゃった。窓かちゃん綺麗になって。本当ですか、嬉しい。ほら、なんとかっていうモデルさんいるじゃない、今人気のある。あ、ちょっと待って、モデルさん、すごい、誰ですかね。ちょっとね、もうほら、若い子の名前出てこないのよ。ね、学校でもモテるんじゃない。いや、全然モテなくて。そう、信じられない。周平は今日何してるんですか。まだ学校から帰ってこないわね。あとでお父さんに持ってきて。え、本当？あ、私の大好物だ。ありがとう。じゃあ早速食べようか。そういえばまどかちゃん、大学何年生だっけ？今年で4年生になる。4年生か。じゃあ就職活動大変ね。そうなんです、文系なんで。文系、おお、どんなところを受けるの？なんか営業とか。ああ、まどかちゃんなら営業いいかも、美人だし。そう、でもまどかちゃんだったらどこでも入れるわよ。入れるといいんですけど。だっていい大学行ってるし、美人だし、成績優秀だし。あ、おいしそう。あ、それはそうなんだけど、うちの周平がね、最近なんかね、ぼーっとしてるっていうか、そろそろ勉強もしなきゃいけないのに、なんとやる気がない感じでね。どうしちゃったんですか。なんか言ってもうるさいだのさ、実家とかさ、反抗期なのかしら。そう。あ、でももしかしたら、なんか悩みがあるかもしれないから、まどかちゃん、こっそり聞いてあげてくれる？教えてくれますか？まどかちゃんなら教えて、ね、話してくれるんじゃないかな。じゃあ聞いてみます。あ、美味しそう。あ、もう同じ時間だ。あ、ちょっとおばさんさ、洗濯物取り込まなきゃ。じゃあ手伝います、私も。あ、いいよ、いいよ、そんな。で、お母さんにも手伝ってあげてって言われてるんで。あら、そうなの？そっか、あの子いるから専業主婦だもんね。でもいいのよ、一人でできるから。じゃあ、この辺ちょっと片付けといて。お菓子は後で食べましょう。いや、特にないけど。あ、じゃあ私お土産持ってきたから一緒に食べよう。もうとりあえず宿題しなきゃ。よく来てくれたね。久しぶりね。姉さんとは変わりない？全然変わらない。私はまなかちゃんだけど綺麗になったわね。すごいじゃない。朝早くから
からさ、美容室予約して頭やって、うん、でも私たちだってそうだったじゃん。あ、そうやってた。一生に一度のことなんだから、やっぱ知るものぐらいしてあげなきゃ。これ自分はレンタルだね。あ、そう、でも高そうだけど。ちょっと待っててね。はい、おばさんから整理にしてください。ありがとうございます。あら、姉さん悪いわね。よかったね。でも嬉しいよな、こういった報告しに来てくれて。ねえ。一大イベントだったの。じゃあさ、今日はお祝いの寿司でも取ろうかしら。あら、いいな。でもね。お寿司好きだったわね。好き大好きだ。なんだちゃん。たけるくんは？あ、たけるね。うん、うん、まだ帰っ、もうそろそろ帰ってくるわ。あ、そう。じゃあ、たけるくんの部分ね。じゃあ、たけるも待ちってね。うん、来てよかったね。悪いわね、姉ちゃん。じゃあ、ちょっと電話してくるわね。たけるやん、久しぶりなんだ。何年ぶりかしら。ここぶりだかな。ここねえ。結婚も結構なってたからね。これがですごかったからね。今日帰ってちょっとよかったね。お前はお寿司も食べれるし来てよかったね。来てよかった。じゃあななかちゃんの成人式を祝って乾杯。乾杯。おめでとうななかちゃん。いただきます。すっごい美味しそうね。あ、どんどん食べて。美味しい。うん、あ、美味しいこのお酒。何これ。うん、いや、これよ、ほら。じゃあ、いつもこれなの。今度食べて。ありがとうございます。なのかちゃんのために頼んだんだから。なのか卵好きだもんね。あ、そうそう。そうね。小さい頃から好きだったらね。今大好き。お酒はもう飲めるの？式の時にね。なんか終わった後に、式の後に、うん、友達なんかとなんか、浅草からお台場、うん、なんか、なんか屋形船だっけ、はい、屋形船なんか乗ったらしくて、その時に、この中で宴会みたいな、ね。うわぁ、いいわね、それ風流ね。顔赤くして帰ってきた。やわらかった泣いた。いいなぁ。いただきます。おいしそう。お母さんもいただこう。うん、食べて。このお店ね、うん、土曜日はね、レディースデーでね。お久しぶりね。あ、久しぶりです。お邪魔してます。あ、なんだよ。ななちゃん、うん、覚えてますか？あ、覚えてる、うん。成人式。あ、成人式。はい、ね、写真を見せに来たの。あ、そうなんですか。うんうん、あ、お久しぶりです。相変わらずもうぼーっとして。あ、美味しそう。ちょっとペルもほら、立ちまさんよ。ペットほら。手洗ってうがいして、うん、先にいただいちゃってるけど、子供みたいね、まっさくがなかとんかぶたけるー、そしてななかちゃんに見られなさいよ、こんな仕事してなんか、もう向こうこっか何よ私だってそうでもないんだよそんなことなのよ、まあ、綺麗なんだよいつの間にかね、色がついちゃったけどこんなおてんばなったのそうよね。それ遊んだよね、ちっちゃい時ね、うん。ちょっと飲みすぎちゃったもん。やったもん。ごめん、そばさん、ちょっと、飲みすぎちゃったかな。ごめんなさいね。調子乗ってどうなえ、ちょっとおばさん横になってもいい？あ、今よ、そこのソファ使って。大丈夫？ごめんね。悪いよね。なんか。座って。はい。でさ、今日さ、うん、あ、パンケーキ食べた。今日知りたいのってなんだっけ？じゃあね。うん。全然勉強できないですね。本当？本当。でもさ、できてたじゃん、中学の時とか。そっか、サボっちゃった。数学なんだけど。うん。ここなんだよね。あー。三角形のやつ。あー、はいはい。いや、ちょっとこれ難しいよね。図形難しくて。うん。わかんない。教えて。うん。どの
結構もう この辺り全部わかんない感じ。公式しか覚えられないから、うん、前回のテストボロボロだった、うん、あ、本当にどのぐらいだった？半分取れた？取れなかった。え、本当？ママに超怒られても。そうだよね、やばいと思って。取れなかったら怒られるね。あけみね、数学得意だったじゃん。うん、そうだね。だから、もう教えてもらおうと思って。そっか、え、こんな辺まではできてんの？ここまではギリギリできて、うん、もう、なんか図形始まっちゃうと、うん、わかんなくなる。あーって。うん。そっか、でもこんぐらいまでできてれば。本当？うん。基礎大丈夫な感じ。うんうんうん。本当？そう、こっちに入ると応用だから、うん、多分この辺分かってれば、こっちは多分コツさえ掴んでも分かるよ。本当？うん。もうそうね、半分は取りたい。あ、そうだね。半分以上。半分取れてるな。7割取れたらいいんじゃない？あ、確かに。うん。そこ取れたらね。うん。うん。なここ座って行こう。ノートも持ってきた。ノート持ってきた。うん。そっか、じゃあ数学以外は結構大丈夫なの？学校では。そうね、数学以外もやばいけど、社会はできる。社会。あ、ほんと？社会はできるんだ。できる。社会何点だったんですか？社会結構って90とかいっちゃった。え、ほんとに？すごくない？記憶力しかないのかなって。全然違うじゃん。これでしょ、50点。30点だったの。やばいじゃん。大丈夫？ダメ。あ、じゃあこれ使った。うん、ありがとう。そうなんだ。あ、でもこっちシャープだからそっちの方がいい。これね、そうそう、これね、なんか消えなくなるから。そっか、社会そんなできてんのね。そう。何だと。なんか、うん。え、ちょっと下手かも。大丈夫、大丈夫。あ、でもね、これはね、うん、今はね、使わないんだけど、うん、その次の問題の時に、これは使ってくるのね。うん、そう。だからね、今書いてるのに、応用してこっちに行けば。それ？なんか三角2つあるじゃん。そうそう、三角あるよ。考えてね。本当だ。そうそうそう。で、これ書いて、うん。X。うん。できたかも。あ、ほんとに？うん、見て。うん。うん。そう。なあ。うん。あ、できてんじゃん。すごいじゃん。やっと。受験いけるじゃん。やばくない？この時点取れるかな。取れるよ。あれだね。結構さ、飲み込みが早いんだね。ほんと？うん。だからさ、コツわかればさ、すぐわかる。うん、と思ってたんだけど、本当にすぐ分かったね。うん、コツ掴んできた。なんかちょっと開くのかもと思って。うん。よかった。いけるかも。あ、いけるかも。社会ぐらいいけるかも。90点いけるね。いっちゃうかも。30点だったけど、いけるね。オッケー。あ、じゃあ結構時間経ったからさ、うん。お菓子食べない？食べる。あ、食べよう。ね。ちょっとさ、休もうよ。うん。あ、じゃあここ置いとく。うん。ね。じゃあさ、台所にあるから行こう行こう。うん。あ、持って。あ、うん。ほら、勉強できるじゃん。え、そうか。うん。すでに大丈夫だよ。アカミネート勉強できるよね。ありがとう。あ、久しぶりだね。あ、久しぶり。あれ、そんなに久しぶりだったっけ？2、3年ぶり。あ、本当に？そうか、うん。多分、うん。嘘、なんか、ケタ違う。ケタが、もうさ、ここで座らないでよ。お母さんにもさ、言われてるじゃん。そうですってよ。いやいやいや、もう何度注意されてるかわかんないけど、いつもここでタバコ吸うんだよ。でさ、でもタバコ吸ってる人って言ってるかな？そんなことないよ。そんなことないよ。いや、ちょっと早く消してよ。あ、いいよ、俺に構わずもらった。久しぶりに会ったんじゃん。そうだけど、いや、でも外ですってよ。臭くなるじゃん。ね、臭いの嫌じゃない？臭いのはちょっと、ねえ、でも、まあいいか。
あるよ。でも、部屋行けばいいじゃん。部屋行くけど、でもジュースとか取りに行く。あ、分かった、じゃあこれ吸ったらいくらさ。いや、早くしてよ。うん、分かった、分かった。ねえ、お金が。ねえ、ジュースもあるかな。元気だったね。元気だった。うん、元気。でも、カズミもさ、うん、なんか、かっこよくなった。なんだよ、最初。いや、ほんと、ほんと、ほんと。いや、言えるようになったね。嘘。うん。なんか、かわいかったよ。なんだよ。忙しい。お菓子。え？お菓子食べない。あ、お菓子いっぱい食べなよ。父ちゃん。俺、なくないけどね。でも、父ちゃんやけど。うん。今勉強しません。あ、そうなんだ。そうそうそうなんだ。えらいね。いや、バドも悪すぎて。でもね、ハケミね、超頭いいの。そうだよ。いや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 、本当にルナがね、覚えが早いからね。本当に。そうだよ。もう全部学生いけちゃう。いけちゃうよ。もう本当。そうそうそう。ちゃんと教えてあげたよ。もうバッチリだよ。あ、ありがとう。これもあるよ。でしょ。これ食べるチョコ大好き。うん、あとお茶で大丈夫。うん、ちょっとさ、ここでその本当やめてね、バルコニーにして。ね。ね、本当に。よく言って。じゃあまた後でその優しい。優しい。いやいや。頑張って。うん。頑張って。